プレミアプロ2020のアップデートがついにリリースされました。様々な変更が加えられていますが、やっぱり目玉は何といってもアドビ先生の技術を使ったオートリフレーム機能かなと思います。今回はこのオートリフレーム機能を詳しくご紹介していきたいと思います。はい、アドビコミュニティエヴァンジェリストの道井です。このチャンネルはですね、アドビ公認の、伝道師としてプレミアプロの様々な情報をお伝えしていこうと思います。今回は2020、半年に1回の大型アップデートということで、新機能や変更点を分かりやすく、お伝えしていこうと思います。細かな変更点アップデートは次回以降にして、今回は目玉でもあるオートリフレーム機能、これについてご紹介していきたいと思います。プレミアノート。レスポンシブデザインって聞かれたことありますかね。動画の世界でも16対9、HD や 4K 以外にも正方形とか縦長と SNS に対応したデザインがありますよね。で、もともと横長16対9で撮った素材をデバイスに合わせて編集で様々なフレーム比率、アスペクト比ですね、に切り出して編集していくっていうのが最近多くなってきています。で、今回のオートリフレームはただ切り出すだけじゃなくて、被写体を追いかけるようにして自動でフォローしてくれる、そういうエフェクトなんですね。そのオートリフレーム機能なんですけど、直接エフェクトとしてかけるものと、シーケンスそのものにかけるものと2種類やり方があります。一つずつやっていきたいと思うんですけど、実際に、このシーケンス上にあるグリップにやっていきたいと思いますね。まず、この素材なんですけど、結構被写体が左右に揺れてフレームギリギリまで動いてるのがわかりますよね。これ16対9なんでなんとか入ってますけど、やっぱり正方形とかそういうのになると実際切れちゃうんじゃないかなと思います。そういう時に普通であれば、キーフレームを打って、モーションの位置を動かして時間軸に合わせて調整していくっていうことが必要になると思うんですけど、このオートリフレーム機能でそれが自動的に AI がやってくれるということなんですね。ちょっとやってみたいですね。まず、今これ16対9 HD のシーケンスなんですけど、シーケンスの設定で、正方形にしてみようかなと思いますね。フレームサイズを、1920を 1080×1080 ですね。正方形ピクセルで1対1と。これで正方形のものができるということですね。OK をします。はい、正方形になりました。実際これ再生してみても、はい、被写体が切れてますね。これをオートリフレームというエフェクトを使ってやってみると。エフェクトパネルの、ビデオエフェクトの、トランスフォームですね。ここにオートリフレームというのが新しくできています。これを実際にクリップに直接かけてみますね。そうすると自動的に分析して、はい、ちょっと動きました。この少年がうまいこと、フレーム内に収まるように自動的に映像が補正されています。これ実は何かというと、ここですね。モーションの位置のキーフレームが自動的に打たれています。これがこのオートリフレームというエフェクトをかけたことによって自動的にキーフレームが打たれているということなんですね。これ実はエフェクトなんですけど、自動的に分析して、キーフレームを打つトリガーみたいなもので、きっかけみたいなもので、これ自身、エフェクト自体を消したとしても、デリートしても、キーフレームは残ってるんですね。当然、フレームから出ないように、自動的に調整されています。エフェクトと言いつつも、こういう分析して、キーフレームを打つという機能、ツールを使う感じですね。おっと、これ少年外れましたね。で、こういうとこですね。部屋が広くなって被写体が遠くなっちゃうと被写体を見失っちゃうんでしょうね。 AI が追随できてないですね。で、こういう場合にも基本キーフレームなので手動で変更することができます。例えば今外れてったところも、ここから外れていく、ここから外れていくところのキーフレームを手動でコントロールしてやれば、よいしょ、今消してますけど、さっきまで外れてたのも、おい、外れてたのも、さっきまで外れてたのも、
うまく外れないようにキーフレームをコントロールできましたね。こういうこともできます。なんでまあ自動的に AI が調整したものを、設定したものを人間の目で見てアナログにちょっと修正してあげてみたいなことができると時短ができるということですね。すごく便利かと思います。ちなみにですね、このモーションプリセットという項目がありまして、ここではですね、分析の仕方を微調できるプリセットが入ってまして、スローモーション、デフォルト、高速モーションと3つあります。まずこのスローモーションが、ほぼまあ被写体に動きがないとき、カメラに動きがないときに使う項目。で、高速モーションがスポーツとかですね、スケボーとか、動きの速い、映像に対して使う分析方法と。で、デフォルトがその間で、まあ、スタンダードな、分析をしてくれる項目となります。でこれを切り替えることで、キーフレームも、自動的に、並びが変わったり、動きが変わったりしますが、こういう使い方をします。で、この他にもですね、先ほど言ったようにもう一つやり方があります。例えば、こういう、ある程度もうシーケンス上で素材もある程度編集してしまっているもの、テロップを載せたり、一部分だけモーションで拡大したものですね。拡大して位置も動かしたりみたいな。ある程度編集したものに対して、全体に対してオードリーフレーム機能をかける場合は、ここですね。シーケンスをまず選択します。そして右クリックで、オードリーフレームシーケンスと。ここにこの機能が来てます。これを選択すると、このオードリーフレームのウィンドウが出てきまして、ここで、正方形だとか、長方形だとか、自分で縦横比を設定して、作成することができると。で、この時に、クリップをネストというこの項目があるんですけど、2つの項目から選びます。1つは、ネストしない。これによって、現在のモーション調整が置き換えられると。ちょっとまあ、わかりにくい日本語なんですけど、これ何かというと、もともとこのオートリフレームという機能が、モーション部分、ここにですね、キーフレームを打って、自動的に動かすということなので、もともとのクリップ自体が、スケールだとか位置とかを調整されていると、これを上書きしてしまうんですね。そのために2つの選択肢が用意されています。1つはネスト化しない。で、モーション調整を上書きしますというものですね。で、もう1つはクリップをネスト化することによって、もともとのモーション調整を維持した状態で、さらにそれをオートリフレームするという切り替えができます。この2つ目の方はトランジションが消えちゃうみたいですけど、一回このネスト化するの方でやってみますね。はい。クリップが全部ネスト化されましたね。そして、この拡大したクリップも綺麗にネスト化することによって調整されてます。こういう機能ですね。さらにテロップもうまいこと調整されてますね。この辺便利ですよね。今シーケンスに対してかけたんですけど、これに関しては新しいシーケンスがここに生成されて、専用の正方形のシーケンスが作成されているということになります。みたいな。これは新機能になりますけど。もちろんこのアウトプットを正方形だとか長方形縦長だとか、要は SNS 用に想定した場合、みたいな書き出し方になるんですけど、そういう意味で言うと、なかなかテレビでは使えないかなと思ったりもするんですけど、この AI の自動的なリフレーム機能は、例えばテレビの、右上にあるワイプ画面だとか、そういったところで、いつもであれば、ワイプ画面に入る映像が、被写体が動いてですね、ワイプから外れちゃうみたいなことも多々あるわけで、それ実は編集マンが一つ一つ直してるわけで、それを自動的にフレーミングしてくれるというところまで行ってくれたら、ちょっといろいろ未来が明るくなるんじゃないかなと思ってたりもします。そんなオードリーフレーム機能なんで、ぜひ使ってみて、いろいろと可能性を探っていただけたらと思います。プレミアノート。他にもですね、今回のアップデートいろいろと変更点があるので、それについては、次回ご紹介したいと思います。このチャンネルの目的といいますか、目標なんですけど、やっぱり、僕自身、Facebook 上でプレミアのユーザーグループを運営してたりするんですけど、そこでミーティングとかしてても、やっぱりプレミアプロは、どうしてもやっぱりバグが多い。なので、このチャンネルの一番の目標としては、プレミアプロのバグを根絶していく。それを目指して、情報を発信していこうと思っております。
なのでですね、この YouTube のコメント欄にて、皆さんからバグを募集します。バグ、質問、などなど、もちろん全てに答えられるわけではないですけど、多様性が分かるものは可能な限りこのチャンネルで発信して共有していけたらなと思っております。なわけで、よろしければチャンネル登録、高評価、コメント欄にバグや質問などを書いていただけたらと思っております。よろしくお願いします。